皆さんこんばんは。沖縄カフェのヘルシーレシピです。今日はですね、ちょっと沖縄のやんばるの方にお友達と遊びに行きました。やんばるっていうのは沖縄の北の方にあるエリアで、このように緑がいっぱい堪能できるエリアです。海もすごく綺麗なんですよ。これはね、桜の花が散ってさくらんぼがなったやつですね。 Hello everyone! Today I'm gonna show you how to enjoy northern area of Okinawa。 こんなの味見します。おいしい。あ、苦い。美味しくない。さっき苦いって言ってたのにね、二つ分目いくんだね。なおちゃん渋いよね。渋いんだよね。でもなんか嫌な苦味じゃないよね。こちらのさくらんぼはですね、見た目は超可愛いんですけど味は超渋かったです。でもね、まあきっと野生になってるさくらんぼってこんなもんなんですかね。でもとにかく綺麗な景色。どうですか、苦くない？でしょ、後から来るんだよ。いやー、もうちょっと行ったら初めて来たよ。こうなって向こうに海が見えて、じゃあそこでも写真撮りましょう。 Here is around Nago City in northern area. It's like one hour and a half from our village, from Yomitan village. A lot of green, big nature, clean air, so many beautiful places.八重岳ベーカリーという大好きなパン屋さんに到着しました。 This is 八重岳ベーカリー、 My favorite bakery. They have a lot of vegan bread and natural ingredients. 八重岳ベーカリーっていうのはすごく沖縄のナチュラル派には有名なパン屋さんでですね、ビーガンのパンもいっぱいありますし、すごく添加物とかなしで作ってるので、県内の病院にも卸してるパン屋さんになります。この美味しいパンをですね、今日は海でいただくことにしました。これですね、この可愛い夜間を撮りたくて写真撮ってもらったんですけど、すごく用意のいいお友達のおかげで、寒い日だったんですけど、あったかいコーヒーを、飲みながら美味しいパンを食べるという贅沢な時間を過ごせました。このね、お湯が沸くのがちょっと本当に時間かかるっていうぐらい沖縄なのに寒い日でした。私がいただいたのはアンパンです。優しい甘さで甘すぎず美味しかった。で、美味しいコーヒーと美味しいパンをいただいた後はアーシングっていうんですかね、ビーチに来たら真冬でも必ずやることにしているのが、この砂浜に足を埋めるというね、これが電磁波のデトックスになるという噂を聞いて、本当にこれね、迷信とかじゃなくて、電磁波過敏症の方なんかは1週間ぐらい毎日これやるとすごい体が楽になるって聞きましたよ。砂浜が近所にある方はぜひお試しください。私はね、これをやると夜すごくぐっすり眠れます。はい、海ではしゃいだ後はですね、素敵な絶景カフェに連れて行ってもらいました。その名もつくろい草さん。名護の、市街地からちょっと坂道登ったところにあるんですけど、もうね、本当にインテリアも器も素敵、何もかもカフェやってる自分にはもう本当勉強にしかならないような、ものすごい素敵な雰囲気のお店でした。器も可愛いですよね。これ読谷の作家さんみたい。インテリアね、窓から見える景色もそうだし、このお店に置いてあるもの全部が本当にナチュラルで、お店の方のセンスがキラリと光る素敵なお店でした。This is a small cafe in Nago City. The name is Tsukuroigusa. They
open only Saturday and Sunday. なんかピンクグアバと完熟シーフードのチーズですね。失礼しますと、いちごと生クリームの台湾カステラケーキと金柑の果実ケーキの3点盛りでございます。かわいいです。いただきます。お花なんかすごい素敵。すごいね。ちょ、勉強にしかならないんだけど、本当に本当に猛省するんだけど素晴らしいんだけど、どうしたらいい。これいただきましょう。おいしいおいしい、きれいきれい、かわいいかわいいと言いながら、女3人でケーキを頬張る午後、すごく幸せでした。こういう時間って本当に久しぶりだったけど、定期的に自分にこういうご褒美あげないとダメですね。こちらのカフェはですね、外にこういうテラス席みたいのも作ってらして、ヤギの鳴き声とか、焼き畑なのか、とにかく畑の煙とかですね、綺麗な海とか眺めながら、風を感じながらお茶できる素敵な場所でした。こんな風にですね、地面の草まで丁寧に刈り取られてて綺麗に整えてあるんですけど、これってね、本当に沖縄ではものすごく労力のかかることで、もうね、本当に植物がものすごいスピードで生えてしまうので、すごく丁寧に手入れなさってるんだなっていうのが見えるお庭でした。観葉植物がいっぱい並んでいるのはですね、観葉植物屋さんも、兼ねて経営なさってるからなんですね。お庭の奥の方にはですね、この私たち沖縄に住んでもう10年以上経つんですけど、そんな私たちでも見たことのないような大きさのモンステラ。これモンステラですよ。すごい大きくて思わず見とれた綺麗なモンステラで、このなんていうんですかね、モンステラの実みたいなやつもバナナみたい、バナナサイズ、特大サイズでした。なんかこうやって人と並べると自分たちがちょっと小人になった気分を味わえるジャングルですね。でもやんばるにはね、本当にこういうエリアもあって、ぜひハブに気をつけながら皆さんもお散歩楽しんでほしいなと思います。はい、そんな感じで、今日のやんばる日記は終わります。また次回から、レシピ動画になります。どうぞよろしくお願いします。Thank you for watching. See you!